両派頭は中国神の時代の満州族の女性の髪型である。頭髪を額中央から左右に分けることからこの名がある。両は地頭、二派頭、旗頭、派頭時、一時頭、また子頭あるいは如意頭とも呼ばれる。両派頭はすべての髪の毛を頭のてっぺんで束ねる。次に頭髪を左右に分け、長く平べったいかんざしを土台にしてそれぞれ巻き上げる。 巻き上げたそれぞれの髪を横向きにした後、さらにもう一本のかんざしを横から差し込み固定する。頭の後ろの余った頭髪は塩尾型に平べったく言う。首筋の後ろに来る、ゆいは頭部の動きと寝そべる時の邪魔になる。これは女性を上品で真面目に見せるためである。両派とは、身長初期の頃は頭の後ろで過剰に巻きつけるだけだった。また、 女性の生えている髪の毛だけを利用した。そのため全体的に小さくペシャンコだった。その後、時が経つにつれ、巻きつける位置は頭のてっぺんに向かっていき、両波頭はさらに高くさらに大きくという数勢になる。そのため髪を巻き上げる過程でカツラを使うようになった。身長後期には、旗頭という板状で感情の装飾具に発展し、 次第に両派頭にとって変わるようになった。ある旗頭の中央にはボタンの増加が廃され、両脇には苦弱の刺繍がなされる。さらに棒のついた紐が垂らされる。これをほこという。現在では呼吸博物院で観光客が記念に両派頭にチャイナドレスを着用することができるが、これらは藍色のかつらを使用したり飾りが間違っていたりと、 正確なものが伝わっていない。ありがとうございます。